学会として学術的な活動について広く発信していきたいということをお話しいたしました。まあ、今回はその一環としまして、前回の記者会見の後いろいろしてきました活動について、主査も含めてご報告したいと考えております。でまず主な活動ですが、お手元の最初 の原子学会のロゴマークの入っている資料で簡単にご説明したいと思います。でまずですね、福島関連の主な活動としまして、大きく2つございます。1つは昨年の3月8日に、学会の自己調、通称自己調ということで、福島事故の調査報告書を発行いたしました、出版いたしました。でこの中で、学会としての取り組みを提言の形でいくつかいたしましたが、これをフォローすること、それから、福島では、発電所の中の廃炉作業がかなり進んでおりますが、こちらについて国の動き、あるいは一般の方たち、あるいは他の学会とは違った中立な視点で学会独自の廃炉検討を進めるということで、廃炉検討委員会というものを立ち上げております。後ほど宮野委員長の方から詳細なご説明をさせていただきたいと思いますが、すでに8月末から活動を開始いたしまして、すでに3回、実はこの記者会見に伺う直前も3回目の委員会を開催してきましたので、この委員会の活動についてご報告したいと思います。それから福島につきましては第2目といたしまして、以前からお話ししておりますが、福島特別プロジェクトといいます、福島の住民の方々の立場に立って、正確な情報、あるいは、ご相談に乗るというようなプロジェクトを理事会の直轄で、してきてございます。でこれまで、実は、福島県にてシンポジウムを7回ほどしてきております。で今日の資料の一番最後に、前回の、8月30日の資料の、プレスリリースとその報告を入れてございますが、前回は初めて女性のためのフォーラムという、テーマで、低線量被ばくと健康影響について、お三方、神田玲子先生と宇野勝子先生、市川陽子先生という、原子学会員ではない方たちのご講演をお願いしまして、放射線の影響について、討議いたしました。で一方、その1枚上に、実は今月の31日に、今回は、いわき市で、原子学会としまして、福島の住民の方たちへの情報提供ということで、8回目のシンポジウムをする予定でございます。今回のテーマは、セシウムの農作物への移行挙動と、放射性物質、放射線の健康影響ということで、日本放射科学会と共催で、シンポジウムを開催したいと考えております。こちらもいわゆる専門家ではなくて、福島の住民の方たちにとって、有用な情報を正確に、配信するということで、やってきております。で、この中で今日本放射の科学会と共同というふうにお話ししましたが、前回の記者会見でもう一つ私が申し上げましたのは、他学会との共同という事業を考えております。で、こちらといたしましては、後ほど詳しくご紹介いたしますが、断層の活動性とリスク評価の調査専門委員会、奈良林先生、北海道大学の奈良林先生が主査をされます、この委員会ですね、
こちらを立ち上げまして、検討を開始してございます。まあ、ここにつきましては、土木学会、日本地震工学会、建築学会、保全学会、機械学会と共同して、検討をするということで、他学会との共同ということで一歩を踏み出したというふうに考えております。